池にいた何か。俺自身この事件を全部知ってるわけじゃなくて、肝心のところを知らない。もし俺より知ってる人がいたら逆に教えてほしい。あの時一体何があったのか。今から14年ほど前、夜な夜なバイクで峠に走りに行ってたんよ。場所は大阪と奈良の境にある H 道路ってとこ。そこで知り合った人に起こった話なんだけど、知り合いって言っても、ああ、あの CBR に乗ってる人かってぐらいの知り合いで、あんまり話したこともなければ名前も知らない。当時はそんな知り合いがいっぱいいたよ。で、ある時、その CBR の人のことで変な噂を聞いたんよ。そういや最近見かけないなって思ってたところだったから、妙にその噂が気になっていろんな人に聞いたんだけど、聞く相手によって話が微妙に違うの。いい加減なもんだなって思った。だいたいこんな内容だったと思う。CBR の人とその友達とでどっかに遊びに行ったら、野犬に出くわして、バイクで逃げた CBR の人は助かって、走って逃げた友達の方は野犬に襲われて死んだ。ってな感じで、人によっては両方走って逃げたけど、池の方へ逃げた友達が野犬に追いつかれて殺された。って話したりしてた。話の元になったのは新聞の記事で、俺は残念ながらその新聞を見てないからわかんないんだけど、誰かが死んだのは間違いなかったみたい。この辺の話なら、当時 H 道路にいた人なら聞いたことがあると思う。新聞を読んだ人らが話してたのはただの野犬の話だったんだけど、俺があちこちで聞いて回ってたもんだから、しばらくすると CBR の人の彼女から聞いたって言って、とんでもない話をする人が出てきた。その話には野犬なんか出てこない。代わりに、シャレにならないものが出てくるんよ。その話でも大概怖かったんだけど、実はそれから数年後に偶然 CBR の人と会って、もっと確かな話を本人から聞いた。これからはその時聞いた話。CBR の人とその彼女、 CBR の人の友達、ややこしいから以降 TZR の人とその彼女、計4人で夜景を見に行こうとして、2台のバイクにそれぞれ彼女を後ろに乗せて生駒山をうろうろしてたんだって。だけどなかなかいい場所がなくて、いい加減うろうろするのに飽きて、たまたま見つけた夜景なんかほとんど見えない公園で休憩してから帰ろうってなったらしい。4人とも初めての公園で、公園の名前は知らないって言ってた。小さい公園で、入ってすぐのところ左手にトイレがあって、右手奥に池がある。そんなとこ。深夜だし、なんか気味が悪いなとは思ったし、女どもは怖い怖いって言ってたけど、なんせ疲れてたから休みたくて、ベンチを求めて池の横を通って公園の奥へ歩いていくと、いきなり池の方からドボンって音。池の方を見ると、大きい波紋ができてる。かなり大きな石を投げ込んだような音だったって言ってた。その池は周囲をぐるっとフェンスで囲まれてて、そのフェンスを越えるぐらいの高さまで、
さっきの音を出せるぐらい大きな石を投げ上げるのは、かなりの力持ちじゃないと無理。っていうより、力持ちどころか、自分ら以外に誰もいないのに、そんな音がしたので、本当にビビったって。TZR の人の彼女が怖がってしくしく泣き出したし、CBR の人も休憩する気が失せるぐらいビビったんで、もう公園から出ようってことになって、入り口に戻るため池の横を通ろうとした瞬間、またドボン。さっきより池に近かったから、深夜で真っ暗だったけど、見えたって。最悪なことに、それをはっきり見てもうたって言ってた。すぐ近く、音がした場所に広がる波紋の真ん中、音がしてからちょっと遅れて、ポコッと何かが顔を鼻から上だけ出してたんだって。じーっとこっちを見てたってさ。人間の幼稚園児みたいな顔だけど、目がおかしなとこにあった。顔が、目があったんだって。その波紋の真ん中の顔と。そっからはよく覚えてないらしいんだけど、うわーって誰かが叫んで、いや、俺が叫んだのかもしれないって言ってた。あるいは、みんなが叫んだか。走ってバイクのところまで戻って、彼女が来るのを待ってたのを覚えてるって、すごく長く感じたって言ってたけど、時間にしたら多分10秒もないぐらい。TZR の人は、すでに彼女も後ろに乗ってて、エンジンをかけようとしてたから、余計焦ったのかも。とにかく気が狂いそうなほど怖かったから、彼女が泣きながらノロノロ走ってくるのに、我慢できないくらい腹が立った覚えがあるんだって。その時、確かに聞こえてたから。池の方から、ケケ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 ケ。って、子供のような笑い声。後で彼女も聞こえてたって言ってたらしいよ。その笑い声。しかもその時、ノロノロとしか走れなかったのは、腰が抜けてたかららしい。人間って腰が抜けてでも走れるもんなんかな。とにかく、彼女がようやくたどり着いて、バイクの後ろに乗った時には、すでに CBR のエンジンがかかってて、いつでも出れるようになってたんだけど、どういうわけか、TZR の方のエンジンがまだかかってない。知ってる人もいるだろうけど、CBR ってのは、セルっていうボタンでエンジンがかかる。だけど TZR ってのはツーストで、キックっていうレバーを踏み込んでエンジンをかける。TZR の人は狂ったように、何度も何度もキックを踏んでるんだけど、まるでかからない。CBR の人は、自分の彼女を待つだけでも怖くて怖くて仕方がなかったのに、今度は TZR のエンジンがかかるまで待たなきゃならない。だけど、公園の入り口近く、池じゃなくて、すぐ近くから、ケケ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 ケって聞こえた時に、迷わず DZR の人たちを置いて逃げた。池にいた何かが、池を出て、フェンスを越えて自分たちのすぐ近くまで来てるって分かったから。この後、何があったのかは、CBR の人は知らない。もちろん、CBR の人から話を聞いた俺も知らない。とにかく、
CBR の人とその彼女は、そのまま CBR の人の家に行って、しばらく経ってから DZR の人とその彼女の家に電話したんだけど、電話に出た家の人に、まだ帰ってませんって言われたって。当時、携帯なんてみんな持ってなかったからね。何度か電話して、まだ帰ってませんを何度か聞いて。さすがに心配になったから、家の人に事情を話して、またあの公園に行ってみたんだって。彼女を置いて一人だけで。TZR の人らを置いて逃げてからそんなに経ってないけど、公園に着く頃には、あたりはすっかり明るくなってたって言ってた。CBR の人がその時見たのは、公園の入り口で倒れた TZR と、その横で座り込んで、ずっと笑ってる TZR の人の彼女。TZR の人は、どこにもいない。すぐにパトカーと救急車を呼んだんだけど、結局 TZR の人が見つかったのは、その翌日で、公園の池の中から、全身を犬に噛まれたようなボロボロの状態で、死体で見つかった。それで新聞には、野犬に襲われ死亡って出たんだけど、CBR の人は言ってた。池はフェンスに囲まれてんだから、犬なんかじゃないって。そうそう、TZR の人の彼女はそのまま入院したんだけど、それっきり CBR の人と疎遠になっちゃって、池から出てきたのは何だったのか、聞く機会がなくなったって言ってた。もっとも、機会があっても、なかなか聞けないけどね。彼氏が死んだ時の話なんか。それまでこの手の体験談って、見たとか聞いたとかばっかだったから、本当に人が死んだってのが、すごく衝撃だった。その場にいた本人から聞いたから怖いのかもしれないな。この話を聞いてから、何度かその公園を探しに行こうと思ったんだけど、やっぱ怖い。俺の尻滅裂文で読んでも怖さが伝わらないかもな。そんな人はこの公園を探してみてほしい。大阪からだと H 道路の左手、軽峠の手前あたりって言ってた。